まず最初の漫画、これはですね、これもねめちゃくちゃ面白かった。江川と西本、知らないですよね皆さん。江川卓さんですよ、あの巨人のね、もういわくつきで、巨人に入った、ね、空白の一日という、まあ、誰も知らないと思いますけれども、その時代のですね、江川さんと西本さんという、まあ、全然、ね、江川さんに比べたら目立ってなかった、でもすごい名ピッチャーがいたんですけども、この江川さんと西本さんのライバルストーリー、これ何がすごいかっていうと、もう脇役がすごいわけですよ。長嶋王はもちろんのこと、まだ当時ルーキーだった原辰徳さんとかですね、そういったもうスター選手が脇役で山のように出てくるという。今ですねこの原作やってる森高雄二さんはですね、グラゼニという今連載中の野球とお金の関係を、まあ、描いた漫画なんですけれども、これを連載している方なんですけれども、彼の野球漫画めちゃくちゃ面白い、まあ、30代ギリギリかな、40代以上の人はもう絶対見て、絶対面白いから。そしてですね、同じくこれ6巻で終わるんですっげえ残念なんですけど、これ森高雄二さんは自分で漫画を描くとき、浩司城倉さんというですね、別の名前のペンネームで書いてるんですけど、このチェイサーっていう漫画がすごいです。このチェイサーっていう漫画はですね、手塚治虫さんの、まあ、伝記みたいな漫画なんですけども、まあ、手塚治虫さんの同時期に活躍した漫画家さんが主人公。まあ、これは本当に実在したかどうかって言われると実在しないんじゃないかっていう漫画家さんなんですけども、この人を軸にして手塚治虫がいかにすごかったか、いかに天才だったかっていうのをですね、描く物語チェイサー、これもねもう止まらない、6巻しかないんですぐ終わっちゃうんで非常に残念なんですけれども、ぜひこれも見てください、チェックイート。そしてこれサスペンスもので最近すげえ面白かったなっていうのはモンキーピーク。モンキーピークっていうのはですね、ある割とこう急峻な山にですね、社内研修で登っていた、社員たちが次々と謎の死を遂げていくというですね、もう本当にサスペンススリラーものの、もう本当に最高傑作なんじゃないかなというふうに、思われるこのモンキーピーク。こちらの方もですね、もう12巻、もうこれも完結しております。最後までこう油断を許さない、もうドキドキする展開が続きます。以上、今回、漫画、最近面白かった漫画3選でした。いってらっしゃい。